今度がワンダビジョン第9話最終話ですね。シリーズ最終回のネタバレ感想考察パート2となっております。パート1ではですね、第9話のですね全体的な感想と、あとねアガサとワンダの、まあ、末路というか、まあ、最後に関してですねラストシーンについて、触れておりますので、ぜひともねまだ見てない方はねそちらをチェックしてから、こちらのパート2をご覧いただければと思います。この動画もですねワンダビジョンに関するネタバレが含まれておりますので、まだ見てない方はねご視聴の際は十分にご注意ください。では今回もやっていきましょう。そして、今作のですね、まあ、一番の見どころの一つでもあります、ビジョン VS 兵器ビジョン、ホワイトビジョンというところでね、ホワイトビジョンが思いのほかね、ホワイトでびっくりしましたけど、前回ね、第8話のエンドクレジット、ポストクレジットシーンのですね、おまけ映像ではですね、まあ、カプセルかなんかにね、入ってたから、まだね、青く見えましたけど、今作、まあ、これを見るとですね、結構、まあ、がっつりホワイトビジョンですね。これに関しては、まあ、原作通りということで、嬉しいね、描写の仕方でしたけれども、まあ、要はね、ヘイワードによって作られた、ビジョンと、そして、ね、ワンダ・マキシモフによって作られたビジョン、まあ、この2人ねどちらも最初はね戦っていましたけれども、まあ、ビジョンがですねうまく、兵器ビジョンをなだめて、今作ワンダビジョンに登場したねこの、ワンダによって作られたビジョンと、そしてねヘイワードによって作られた兵器ビジョン、この2人ねどちらも、何かが欠陥しているということで、まあ、どちらも完成品でないですし、兵器ビジョンの方にはマインドストーンもなければ、ワンダが作ったね、ビジョンに関しては元の素材、ビブラニウムが一かけらもないということでね、どちらも完璧なビジョンじゃないだろうと。まあ、ビジョンのね、なだめ方も、まあ、なかなかうまいですよね。さすが、マインドストーンから生まれたね、ビジョンだなというような感じがしますけれども、まあ、兵器ビジョンもね、実際にビジョンをね、倒すためだけにですね、送り込まれた兵器であって、データ、そしてね、記憶っていうところにですね、アクセスできないよということで、自分の存在って一体何だろう、なぜ私が存在してるんだろうというね、その存在意義っていうところをですね、まあ、確信に迫られたわけですね。ただ一番気になるのはね、この後、兵器ビジョン、ホワイトビジョンがね、一体どこに飛んでったのかっていうところですよね。一応ね、ワンダが作ったビジョンに関して言うと、その後ね、子供たちを助けに行くわけですけども、兵器ビジョンね、そのまま図書館を突き破って、そのまま空に飛んでいったわけです。まあ、一応、海の上のね、ヘイワードに関して言うと、捕まってしまったので、ヘイワードがね、どうこういじれるわけじゃないのでわかりませんが、まあ、おそらくね、ここのね、ワンダビジョンの脚本にもありました、ワンダとビジョンね、会話の中で、まあ、これは別れじゃないと、また会える気がするっていうのもですね、今後の伏線に1個なってくるんじゃないかなということですね。本体のビジョンが何らかの形でね、マインドストーンをいらずにですね、稼働する。まあ、それが真のビジョンかどうかは分かりませんけれどもですね、また再び、ワンダの元にやってくるんじゃないかなというような感じがします。一応ね、インフィニティ・ウォーでもですね、どうにかしてマインドストーンを取り除けばね、なんか純正なビジョンがそのまま残るみたいな話もありましたので、そこが1個ね、伏線になるとするならばですね、やはり今後ね、マインドストーンいらずのですね、純正なビジョンというところがですね、MC の方に再登場するんじゃないかなというような感じがします。やっぱここでね、兵器ビジョンを逃がしたっていう演出もですね、やっぱり今後何かね引っかかる部分ありますので、このね兵器ビジョン、ホワイトビジョンはね果たしてどういった形で再登場するのか、まあ、一応ね自分が兵器として使われるのはおかしいだろうというねその心は持っていましたので、まあ、多分ねホワイトビジョンもね絶対役で生まれたわけじゃないと思いますし、まあ、最後はそこでねヘイワードを車の中に見つけてね、なんか叩きのめすとか、なんかぶっ倒すみたいなこともしなかったので、まあ、なんか多分自分がいるべき場所、自分がね、なぜ存在するのかっていうところをですね、考える場所にね、行ったんじゃないかなと思います。まあ、一応ね、最後、ワンダによって生まれたビジョンによってですね、一応記憶かな、これまで生まれてきてね、最後、インフィニティマインドストーンをね、サノスに破壊されるまでのね、記憶は一応共有というか、教え込まれたようなね、描写もありましたので、まあそれをもとにですね、まあ、今後ワンダのもとに戻ってくるんじゃないかなというような感じもしますが、皆さんね、このホワイトビジョンについて、どう思うでしょうか。まあ、個人的にはね、ビジョンのビーム音ですか、あの独特なね、サウンドエフェクトがですね、久しぶりに聞けたのでよかったですね。インフィニティ・ウォーではね、すでにもうビジョンはボロボロというか、まあ、マインドストーンにですね、苦しめられていた部分もあって、ほとんど戦わずにね、そのまま死んでしまったので、まあそういったところを考えると、シビル王ですか、最後にガッツリね、ビジョンが戦ったシーンっていうのは、なのでまあすっごい久しぶりにね、なんかビジョンのビーム音を聞けて、すごいなんか感動というか、なんか懐かしいなというふうに思いましたね。まあ、そこに関してもね、しっかりビジョンとね、アクションシーンがあったのはすごい良かったなというふうに思いました。まあ、一応ね、ポール・ベタニーが一度共演したかった人で、今回共演できてすごい嬉しいみたいなことを言ってたのは、おそらくポール・ベタニーですよね。まさかこういった形でね、共演できるなんて思わなかったっていうふうに言ってたので、なんかそういうところを考えると、まあ、まさかね、映画、ドラマの中で自分と共演できるなんてっていうところで、まあ、なんかうまい具合にね、踊らされたなというような感じもしますが、そこに関してはね、ガチガチに考察してしまった、考えすぎてしまった僕らファンのね、が一番悪いですので、ポール・ベタニー何も悪くないですね。まあ、そこに関してはしてやられたなというような感じがします。
まあ、そしてね、エイワードに関する考察というか、まあ、考察するようなものもないんですけどね、まあ、シンプルにやっぱりね、これも、第5話か第6話のね、動画の中でもご紹介というかお話ししましたけども、ヘイワードってね、これまでなんかメフィストと絡んでるんじゃないかとかね、実はヘイワードがメフィストなんじゃないかみたいな、真のヴィランは実はヘイワードだ、みたいなね、話が、考察がどんどん膨れてしまいましたが、第6話か第7話を見たときに、あ、こいつ多分シンプルにクズジジイなんじゃないかなっていうふうなね、話を確かしたと思うんですけども、そこでね、結構コメント欄も、自分もそんな気がしますっていうね、声が結構あったんですけれども、やっぱりね、今回、まあ、第9話最終話見てもですね、やっぱりヘイワードはクズ人間だったということがね、明かされました。まあ、明かされたっていうかね、薄々感じてた方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、これに関して言えばですね、全てのね、この事件の発端をね、ワンダにしてしまえば、ビジョンをね、それこそ生き返らしたりとか、人々を操ったりっていうところもですね、全部ワンダの、せいにしようっつってね、ジミーユーにね、語りかけるこのね、口調もですね、なかなか嫌みったらしい親父だなというような感じがしますが、まあ、結局はね、MC に登場する長官のね、座につく人間っていうのは、コールソンとかニック・フューリーとかね、それこそ、エージェント・オブ・シールドで登場しました、ジェフリー・メイスですよね。メイス長官もそうですけども、やっぱり何か裏があると。優しい顔をしておいてね、実は裏でこんなことを企んでましたっていうのがですね、決まりですので、まあ、なんか次にね、何か長官の座につくような人間があれば、真っ先にそいつを疑った方がいいということですよね。ここに関してはもう 100% 全員がですね、長官につく親父がですね、全員怪しいというところで、まあ、B 級ヴィラン、C 級ヴィランだったなというような感じがしますね。じゃあね、今後ヘイワードどうなのかっていうところですけども、まあ、今回ね、逮捕というか、捕まりましたけれども、まあ、おそらくね、このビジョンをね、一から作り上げた人間っていうところからすると、MC の世界の中で、やはりね、兵器を開発しているエイムとかね、そういった組織、会社、企業というところがですね、裏から手を回して、釈放させてね、このヘイワードを自分たちの会社へ引き抜こうと、する人物もね、もしかしたらいるかもしれませんので、まあ、ヘイワードがもしかしたらね、MC の中で、再登場する、ワンダービジョンとは全く関係のないところでね、今回のそれこそダーシーとかジミューみたいな、形で再登場する可能性は十分に高いかなというような感じがします。さあ、そしてね、今回ワンダービジョンで、登場しました謎のアイテム、書物ですね。魔術書のですね、正体が、これまでね、エージェントシールド、そして、ランナーウェイズに登場しました MC の中の闇の魔術が記載されている本、ダークホールドであることが判明しました。ここに関してはですね、もう自分見てて声をね、おーって上げてしまいましたけども、まあ、まさかとは思いましたが、ダークホールドでしたね。このダークホールドに関してはですね、エージェントシールドとランナーウェイズでね、しっかりもうワンシーズン分描かれていますので、ぜひともね、ダークホールド何かということですね、気になる方はね、ぜひともエージェントシールドシーズン4、そしてランナーウェイズのシーズン3かなをチェックしていただければと思いますけれども、要はね、ダークホールドっていうのは、罪の書、呪文の書、呪われた者の、ね、書と今呼ばれている、まあ、呪文と言葉にならないほどのね、力を持つ古代の書物であり、まあ、このダークホールドは暗黒次元、ダークディメンション、無限の知識が含まれており、ドラマの中ではですね、レッドスカルやダニエル・ホワイトホール、ニック・フューリーなどですね、多くの人物が古代のダークホールドを探し求め、まあ、このね、ダークホールドの中にはですね、インヒューマンズを撲滅させる方法がね、記載されていたと。要はね、エヴァンゲリオンに登場するようなね、視界文書みたいな、存在でもある、書物です。一応ね、ランナーウェイズに登場したダークホールドはエージェントオブシードのものとは別のものというふうな、というふうにね、解釈されていますが、一応ね、エージェントオブシードのね、最終話、シーズン4の最終話ではですね、ダークホールドは、ゴーストライダーの、ね、手に渡してですね、ゴーストライダーは安全な場所に運ばなければいけないということでですね、どこかね、雪山みたいな、ね、場所に行ったわけですけども、まあ、このね、山といえばですね、やっぱりまあ今回ね、ワンダービジョンのポストクレジットシーン、おまけシーンのね、二つ目のね、おまけシーンで、一応ね、ワンダがいた場所、まあ、おそらくあれは原作に登場するワンダゴアさんかなというような感じがしますが、雪がね、降り積もっていた山みたいなね、場所だったので、まあ、そこに関してはね、おそらく統一性はないと思いますが、まあ、ダークホールドってね、まあ、おそらくね、このエージェント・オブ・シールドからね、ランナーウェイズ、そしてワンダービジョンで登場させたということはですね、ダークホールドってね、まあ、なんか何冊かあるんじゃないかなというような気がしますね。1巻、2巻、3巻みたいな感じで分かれていて、で、その書物ごとにですね、いろいろ書かれていることが異なってくるんじゃないかなと。一応今回ね、ワンダービジョンではですね、アガサのセリフからして、スカイトウィッチに関する記述がね、一章分、丸ごと一章分あったよと。一応ダークホールドってね、エージェント・オブ・シールドのシーズン4で出ちゃってるので、まあ、そこに関してはね、マーベルスタジオ側もね、まあ、なんか情報の統一性みたいなところは測ったんじゃないかなというような感じがしますけれども、エージェント・オブ・シールドをね、どう扱うかっていうところは置いといて、まあ、とりあえずね、その作品ごとのダークホールドっていうのを作ろうよというような感じがしますね。まあ、ただね、外観が違うっていうところで言うと、今回
一応ヘックス内に入ったからこそ魔術書のですね外観っていうところも変わってしまったのかなというような感じもしますが、まあ、ただおそらくねこのマーベルスタジオで作られる登場するダークホールドは一応こんな感じだよというような感じですかね。っていうところで言うと、まあ、今回ねダークホールドが登場しましたので地獄へつながるもの、地獄を示唆するものっていうところで言うと、まあ、今後ねゴーストライダーとかブレードみたいなねキャラクターもまあ登場させやすくなったんじゃないかなというような感じがします。Each other, tears in our eyes from the words we said.